この時間は内藤スタジオから中継です。お話は内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんです。北原さん、はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。週明け日経平均株価300円を超す上昇、一時500円を超す上げの場面もありまして、強い試合ですね。そうですね、はい、やっぱり政策の安定、これが一番大きな要因になっていると考えられます。はい、株価はね、いろんなこう不透明要素をまだ含みながらの動きですけれども、うん、今週はそういったことも含めて、こう自立反発を続ける上値を追う展開が続くかどうか、このあたり見ていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、では今日のお話をお願いします。はい、はい、かしこまりました。では改めて日経平均株価の冷やしチャートで株価のトレンドを見ていきたいと思います。こちらご覧ください。はい、日経平均株価、足元ではこの上値の抵抗27,000円、今日一時回復いたしました。もちろん売り方の、ね、買い戻しもあると思うんですけれども、今後この、27,000円をこう再び回復して、これが、下値の支持になってくるかどうか、まあ、このあたり今週注目していきたいと思います。まあ、アメリカの、ね、金利引き上げペースの加速、それから、ウクライナ情勢の懸念で売られたこの下落トレンドから今こう足元横ばいのトレンドになってきているわけです。でその横ばいトレンドの中でもこう下方向で方向感のない展開が続いていたんですが、まあ、この 27,000円のところ、心理的な節目の価格ということでもありますので、ここでこう下値がこう固まってくると、さらに大きなこう横ばいトレンドの上値の抵抗の 28,300円台、このあたりを目指す動きを期待できるところになってくるのではないかなというふうに思います。で、ここの上値を追うためにまだこう懸念される材料としましては、ね、やはりこの物価高による企業の利益押し下げ要因、このあたりはまだ払拭されたわけではないですよね。原材料高によって輸入コストが増加して値上げはしているんだけれども、それ以上にまだ原材料価格が上昇しているという、まあ、現実もありますので、まあ、この先本格化する決算で、ね、まあ、値上げの進捗状況、それから企業のその今後の見通し、このあたりにマーケットの関心は移っていくのではないかな、こんなふうに考えています。そのあたりやっぱり決算で確認したいところですよね。そうですね、うん、はい、それで方向感が改めて出てくるかというところになると思います。はい、はい、では改めまして、まあ、日本株の推移パフォーマンスをこうアメリカの S&P500、 ドイツの DAX 指数、中国の CSI300 指数と比較したものがこちらです。4月以降、今年度に入ってからの株価の動きですね。で、まあ、ドイツは、ね、このグレーなんですけれども、欧州中銀がこう金利引き上げを決定してからやっぱり景気減速懸念などがこう台頭しまして株価下落しました。アメリカも金利引き上げペースの加速で今足元ちょっとこうなんていうんですかね、まあ、底堅いながらこうなかなか買い上がれない状況が続いています。で一方、トピックスは、まあ、方向感乏しいんですが底堅い動きが続いているということが見て取れます。まあ、利上げしてない日本株、さっき近野さんがおっしゃったように、日本株だけ利上げできない状況ということが、まあ、いいことなのか悪いことなのかというのはありますけれどもね、まあ、とりあえず今足元ではこの政策の安定ということもあって、まあ、上に行かれるかどうかっていうのを見ていきたいと思っています。はい、では直近1ヶ月でこうトピックスを上回るパフォーマンスを見せていた業種は何かということで、業種別株価のパフォーマンスを改めて見ていきたいと思います。でこれを見ますと、内需ディフェンシブ関連が、まあ、トピックスをこうアウトパフォームしておりまして、まあ、国内株式相場を支えていたというのが改めて、確認できるかと思います。で景気減速懸念によって、ね、こうした内需ディフェンシブ関連が買われやすかったという事案もあったと思うんですけれども、まあ、足元で、ね、その中国の大型景気対策による、まあ、景気下支えの期待も出てきていますから、まあ、外需関連も反発する事案になってきています。
で、まあ、そういった中で内需と外需両方買われて日経平均株価もしくはトピックス指数がもう一段高を終えるかどうかというのが足元の状況です。なるほど。確かにこれ直近1ヶ月で見るとだいぶこのディフェンシブ強いというのははっきり出てますね。そういう意味じゃね。そうですね、うん、そうなんです、はい。まあ、先行きどうなりますかというところですね。そうですね、はい。でまあ、株価 の、ね、このトレンドを見ますと、うん、あの食品関連の中には株価のトレンドが底入れから上昇に転じてきた銘柄がございます、うん。まあ、値上げ効果というのも、ね、あると思うんですけれども、あのトレンドがこう変わり目にあるということで今日は食品銘柄の一つをご紹介したいと思います。はい、お願いします。はいはい。でその銘柄の一つとして今日は亀田製菓をご紹介したいと思います。資料こちらご覧ください。おせんべいの亀田製菓ですね。はい、さようでございます。はい、はい、皆さんご存知のおせんべいの亀田製菓、柿の種とかね、ハッピーターン、どこのスーパーに行ってもね売っているおなじみの商品です。でなぜ数ある食品メーカーの中から亀田製菓を選んだかというと、今この企業組織の大改革を行っていますので、うん、今後の変化をこう見ていきたいなという理由があるからなんですね。ほうほう。はい、であの亀田製菓はこの6月の株主総会で最高経営責任者が外国人になりました。でその CEO を筆頭に今の組織の大改革を進めています。で今足元ではその国内で、あのおせんべい このトップシェアを誇る、まあ、企業という、まあ、位置づけですけれども、今後はグローバルな、食品メーカーにこう変革を遂げていくということで、うん、この会社の方向性をこうもうよりグローバルな視点に変更しつつあります。じゃあ具体的にどのようにして、そのような方向に導いていくのか、それから足元の事業環境などについて、見ていきたいと思います。今の国内の米菓市場の上市事業の動向が亀田製菓の業績を左右する事業構造という、まあ、根本的なこの構造を抱えているんですよね。あのおせんべいではこの国内シェアトップで、売上高のおよそ7割は国内米菓事業が生み出しているんですね。ただその足元ではこの製品値上げを上回るその原材料高という状況もありますし、うん、それによってこの亀田製菓全体の業績にブレが生じやすいという事業構造があります。でこの6月まで、ね、株価がこう上昇していたその要因の一つに、その供給他社の工場停止によって、まあ、あの製品の、ね、供給需要、うんが、まあ、亀田製菓に今来ているという、はいはい、まあ、あのところが、ね、ありましたけれども、うん、この米菓市場の、規模というのはもう成熟してきていますよね。ですから、そこ以外のところにこの成長 この方向性をこう見出していこうというのが、こう今の亀田製菓 この方向に位置づけになっています。じゃあ、国内と海外の営業利益はどうかというと、まあ、このような感じで、国内米菓事業、海外事業、まあ、対照的な動きをしていると思います。で、まあ、海外事業は、ね、こう成長軌道にこう乗せていくことが今後の課題なんですけれども、アジア企業を子会社化したこと、それから販売戦略を強化することによって今期は黒字化する見通しなんですよね。なるほど。で 一方国内事業は、まだまだこのなんていうんですか、精進化対策に対応できていない部分について、うん、まあ、あの成長投資、まあ、設備投資をしていくということもあって、まあ、ちょっとこう利益もこう一服感というのがあります。うん。で今後そのグローバルな食品メーカーを目指すための海外売上高比率なんですが、23年度は、まあ、全体の 30% に引き上げる見通しを示しています。終わった期が、10% 台だったので、まあ、どれだけ海外事業を強化していく方向にあるかというのが、まあ、これを見てもこの目標からもお分かりいただけるかと思います。そうですね。でさらに3、はい、さらに30年度ではこの海外事業と食品事業で全体の売上高の半分をこう占めるようなこの売上高構成にしていくという方針を示しているんですよ。で、じゃあ食品事業は具体的に何をやっているかというと、この植物性由来の食品の製造、それから小麦の代替食品として、まあ、あの米粉製品の製造などをしている事業なんですね。で今
ここには載せてないですけど、農水省のデータを見ますと米粉需要というのは右肩上がりなんですね。で、会社側もその米粉製品の引き合いの増加が高まっているというふうにコメントしておりまして、米粉の製造の企業も買収して、そういった方向に力も入れております。大きなスーパーに行っても米粉製品というのもだいぶこう目につくようになったというふうに思うんですけれども ね、 そうですね、今小麦粉はだいぶ高いですからね、はい、そうですね、競争力が高まってますよね。はい、そういった面もありますよね、うん、はい、はい、で、そういった方向に、会社がこう大きくシフトしようとしています、うん、でもう一つ注目しておきたいのがこちらですね、年間配当金です。はい、地味ながら毎年こう増配を続けていまして、隠れたといったら会社に失礼ですけれども、増配を続ける企業でもあるんですよね、はい、そういった意味で、株主還元への取り組みというところでも注目していきたいと思っています。では、最後に、亀田製菓の株価の動き見ていきたいと思います。こちらですね、はい、週足でこれを見ますと、株価がこう下落トレンドからこう上昇に転じてきております。で、先月6月はこの21年9月の高値を上回ってきました。で、足元では、ね、そこからこう今こう調整をしていますけれども、寝固めをしている段階ではないかなというふうに考えられます。20年8月の高値からこの22年3月の安値、この下落幅に対してこの6月というのは戻り 50% の手前で株価押し戻されております。やっぱり高値圏で買った投資家の戻り売りというのがまだこう出やすい株価の位置にありますから、今後ね、国内の米価商品 の、 この強化、もちろん海外の商品の強化、グローバル、メーカーへの転換、このあたりにこうシフトして、海外事業 の、 この利益の貢献、このあたりが具体的に見えてくると、株価ももう一段高への期待というのが高まって、トレンドもこう上昇がこう継続していくような動きにつながってくるのではないかな、こんなふうに思っております。なるほど、これおせんべいなんかあれじゃないですかね、はい、アメリカなんかで結構売れんじゃないですかね。はい、健康ブームもありますので、この米価需要というのは高まっているようですよ。なんたって米価っていうくらいですからねそうですね、あ、そうですね、そうかもしれません、ありがとうございます。いえいえ、はい、どうも失礼しました。はい、はい、ではちょっとごめんなさい、最後に一言よろしいでしょうか。はい、はい、先週安倍元首相が、お亡くなりになりました、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は北原直美さんにお話を伺いました。